分析哲学は、ゴットロープ・フレーゲとバートランド・ラッセルの、論理学的研究に起源を持ち、ルートビヒオイト・原ンシュタインの誤解を含め多大な影響を受けた、論理実証主義の批判と需要を経て形成された、哲学の総称である。ナオコウジエンによれば、分析哲学の主唱者は、ジョージ・エドワード・ムーアである。これは、現代の基本論理学や、論理的言語分析、加えて、 自然科学の方法及び成果の尊重を通じて形成された。20世紀には英語圏で主流となった哲学である。例えばアメリカ合衆国の圧倒的多数の大学で哲学科で教育され研究されるのは分析哲学である。これはイギリスやカナダ、オーストラリアでも同様である。こうした状況の中で、 分析哲学全体に共通する主張といったものを見出すのは困難である。分析哲学には多様で共通点のない様々な観点が可能であり、外然的な共通点しかない可能性もある。ひどく大雑把に言えば、分析哲学は明癖さの追求と徹底的な論述を特徴とする。20世紀の大陸ヨーロッパにおいて主流となった。 大陸哲学に比較されることもあり、単に、英米哲学といえば、この記事で扱う分析哲学を指す場合が多い。理想言語学派は、日常言語学派の発展と影響の拡大などの歴史を経て形成されたと言えるが、現代オーストラリア哲学のように、移動に、それぞれの学派の個性が見受けられることは珍しいことではない。 分析哲学という一つのまとまった一枚岩の哲学は存在しない。しばしば分析哲学とは言語哲学であるかのように言われるが、分析哲学の哲学者は、分析哲学がもっぱら言語とか論理とかいった主題を扱うものだと決め込んでいる節があるとはいえ、実際には言語そのものを対象としているのは分析哲学の一部であり、主題においても立場においても、 非常に多様である。しかし、概ね次のように特徴づけることができるだろう。一つ目は、厳密には解明されるべき真理は存在せず、哲学の目的はただ思考の論理的明晰化を図ることであるという実証主義の伝統である。この考えは、アリストテレス以来の伝統的な哲学の基礎づけ主義と対照的である。基礎づけ主義という伝統的な考え方は、 哲学を諸学の中で特権的な位置つまり最も優越する位置に置き哲学が諸科学を含む学さえも全て含めあらゆるものの原理を研究するというものだった。反対に分析哲学者は自分たちの研究が自然科学とつながるものあるいは自然科学に従属するものと考えることさえ普通である。二つ目は論理的言語分析の方法を用いて 署名題を明晰化することが、署名題の論理形式の分析で達成できるほとんど、唯一のことであるという考えである。名題の論理形式は、同じ体裁の他すべての名題との類似を示すために、用いられる、名題を表現する方法の一つである。これには、しばしば現代記号論理学の形式化された文法と、記号が用いられる。ただし、日常言語を、 どのように論理的に分析するのかについて、分析哲学者の間での見解の一致はない。三つ目は、世間でいう、哲学的な現実と、球体に依然とした曖昧で不明瞭な哲学を、棄却することである。この、大理論の拒絶は、分析哲学者が、刑事上学的なうぬぼれに対して、日常言語や常識を擁護するという姿となって、現れる。特に、日本では、 怪獣な翻訳の問題の是正に貢献している面もある。分析哲学の方法としては以下のことが挙げられる。反対に言えば、こうした特徴を備えていれば、マルクス主義であっても、分析的、マルクス主義として、分析哲学の一分野であり得るだろうし、刑事上学も研究方法次第では、分析刑事上学となり得るだろう。分析哲学の歴史は、 大まかに言えば、19世紀末から20世紀初頭に、かけての論理学の発展を背景にした、論理的言語分析の哲学、つまりある種の典型的な言語哲学として始まった。なお、言語は古代ギリシア哲学から、哲学の主題であり続けたが、今日では一般に、言語哲学は、分析哲学における、言語哲学を指す。 これは、バートランド・ラッセルのように論理学的な人工言語を重視する流れと、反対に日常言語を重視する流れとに分かれた。この分離は、以後ますます大きくなり、これは1960年代以降、分析哲学における、言語哲学の衰退につながっている。言語哲学以外にも、分析哲学に関わり、 当初からの重要な位置を占めていたものに科学哲学があり、またこれに関連して、従来の認識論が、現代の自然科学の自然認識を基礎づけないばかりか、多くの点で不整合になったことから発展した知識の哲学、そして知識の哲学の中から生まれ、認知科学の発展に交応して展開する心の哲学など、分析哲学自体は衰退することなく逆に拡大と、 発展を遂げた。この中で、従来なら、分析哲学が帰却しようとした問題が、分析哲学及び、それを批判しつつ継承する流れの中で、再び取り上げられるようになっている。また、それぞれの科学についての哲学、具体的に言えば、生物学の哲学や、心理学の哲学も、近年における、分析哲学の一角を形成している。 20世紀初頭にゴットロープ、フレーゲやラッセルによって、記号論理学が成立し、論理学が強力な分析のツールとなったことが一つの契機として挙げられる。エル・ウィトゲンシュタインの論理哲学論考は、記号論理学の使用について一つのパラダイム、判例となり、ウィーン学団の論理実証主義に影響を与えるなど、影響は絶大なものであった。また、ジー・ムーアの、 自然主義的語尾についての分析など、概念分析を中心とする分析が登場したのも20世紀初頭であった。この時期を分析哲学に含めるべきか、あるいはその前段階とみなすべきかには論争があるものの、少なくともその頃のこの種の哲学的活動の中心はイギリスであり、言語哲学における意味の理論や、 数学の基礎づけに関する影響は確かである。科学哲学における、操作主義や論理実証主義などが次第に、主な領域となった。第二次大戦後すぐは、日常言語学派が大きな力を持つようになり、ギルバート・ライル、ジョンニエル・オースティンらによって、哲学的な問題が、日常言語の問題へと解体されていった。これに対するウィトゲンシュタインの影響は大きく、 この洞察はムーアに帰着する。しかしその後、第二次大戦中にドイツ語圏から主要な哲学者がアメリカへと移住したことを受け、第二次大戦後の分析哲学の中心は次第にアメリカへと移っていった。この動きを代表するのがルドルフ・カルナップの影響を受けた W ・クワインの戦後の一連の著作である。 クワインは分析と総合の区別の否定、意味の全体論、根源的翻訳の議論、自然化された認識論の議論など、刺激的なテーゼを提出し、分析哲学の指導的役割を果たした。第二次大戦後から21世紀にかけて、分析哲学のトピックの多様化について述べる機会が生じている。とりわけ、好為論や刑事上学などのトピックが、 積極的に取り上げられるようになった。また、分析哲学の方法論を異分野に応用するという、学際的な営みも行われている。その主な例として、分析法学、分析的、マルクス主義、分析的政治哲学、分析美学などがある。その他、分析哲学の観点から、プラトンアリストテレスをはじめとする過去の哲学者、 哲学史を再解釈する営みも行われている。同様に、分析哲学の観点から、仏教哲学、インド哲学、中国哲学、西田哲学といった、東洋哲学を再解釈する営みも行われている。具体的には、2010年代、出口安夫やグレアムプリーストによって、京都大学を拠点に、分析アジア哲学という名称の、 国際共同研究プロジェクトが立ち上げられている。ただし、同様の営みはそれ以前から散発的に行われている。例えば、末木強博や黒崎博は、ウィトゲンシュタイン研究者の立場から、東洋哲学を解釈している。また、分析哲学の先駆者にあたるリチャーズやラッセルは、二人とも、法中経験があり、それぞれの立場から、 初子百科を解釈している。飯田隆史、分析哲学としての哲学、哲学としての分析哲学、現代思想32巻8号、2004年、48から57ページ。ISBN 9兆7847億9171万1239、山本隆史。 今井智政、宮本久夫、藤本隆門角脇俊介、野谷主劇、高橋哲也、哲学、原点資料集東京大学出版会、1993年。ISBN41 億3012万 522ISBN978 から41億3012万524エビカサギ、宮城氏、現代行為論の展開。 科学哲学第49巻、第2号、2016年、13、ドイ、10.4216、JPSSJ 10.、49.21、一瞬0289から3428。松本正和。分析的政治哲学の経営不論。法学研究、法律、政治。 社会84 ac.、http://kora.lib.ko.ac.jp:/xonips:/modules:/xonips:/detail.php://id="an00224504 コアラから2011828から0035」ID 00 00。西村清和編、翻訳。 分析美学基本論文集係争処簿、2015年。ISBN 978から43億2680万568。大草テルマサ、プラトンと分析哲学、プラトンを学ぶ人のために、内山勝都市、世界思想者、2014年。ISBN 9長7847億9071万6358。 トゥオマス・イータ・フコ編著、チョ、カジ・ダイスケ・ホカワケ、アリストテレス的現代刑事上学春秋社、2015年 ISBN。ISBN 978から43億9332万3496。AB、京都大学大学院文学研究科応用哲学、倫理学教育研究センター。2021年1月18日閲覧。 AB、メンバーズ、ネットワークフォーアナリティックアジアンフィロソフィー、aap.boon.kyoto-u.ac.jp、2021年1月18日閲覧。末木剛博、東洋の合理思想講談社現代新書1970、造歩審判法増課2001、黒崎博史、ウィトゲンシュタインから、道元へ、施設。 消防現像哲学書道2003メカルベニ、ジェームズ、オグデンリチャーズ・ザ・ミーニング・オブ・ミーニングアーリー・アナリティック・フィロソフィー。ランゲージ・サイエンシズ41、212-221、ドイ、10.1016、J ・ランシー、2 0 1 3 1零0 0 1 https://linkinghub.elsevier.com/retriev/p/s0388000113001095 スラッシュカーラ、リチャーズによる哲学的メタファー論の復活名古屋大学人文学研究論集第2巻2019年1ページパートランドラッセル、著 高村夏木、わけ、論理的原子論の哲学地熊処防、2007年、168、235、リーチャーズ。IA、メンシウス、オンザマインド、エクスペリメンツインマルティープルデフィニション。ありがとうございます。